エレンを殺せるの？エレンを止める方法は殺すだけじゃない。あんたならそう言うと思ったけど。それじゃあ何？説得でもするの？それで考え直すくらいの奴が人類大虐殺なんて実行する？それはわからないよ。エレンと話してみないと。じゃあ対話が可能だとして、それでも虐殺をやめてくれなかった時はどうするの？エレンが敵だとアホになるからわからないの？やっぱりね。周りに故郷を持つ私たちがエレンを殺そうとするなら、あんたらはエレンを守るために私たちと戦うことになる。きっと結局はそうでしょ、ミカサ。あんたにとってエレンより大事なものなんて考えたこともないだろうからね。つまり私を殺すべきだと。え？レオンハート！あんたの気持ちはよくわかる。私もエレンを止めたい理由は一つ、マーレにいる父親を殺されたくないから。だからあんたの助けがいる。説得してエレンを止められるのならそれでいい。少なくともその時まで私たちは争うべきじゃない。分かった。